おざす、ティシスです。さて今回はね、まあ新武器というか、まあ前に M416 と同じぐらいの時に、まあこのポータルからこの本編に来たサブ武器 M93R かな、使っていこうかなと思っております。まあ、BF4 でも出てたね。はい、でこいつで、そのスペック見る限りレート900と、まあ、かなり高いレート持ってますが、さあ問題は BTK およびそのバースの間隔がどんぐらいかっていうやつですね。ちょっと戦車いたから逃げていい。はい、というわけでね、まあ、今回はサブ機の実況となりますが、まあ、どういう性能かね、まあ、検証していけたらいいかなと思っております。で戦車にバレた。さあどうしよう、こっち B2 ダメだな、もう B3 行ってもいいかもしれない。うん、こっちね、 B1 か、 B1。 はい、まあサブ武器ということで、もちろん近距離で戦っていきたい。所詮はサブ武器、レートがいくらあろうが遠距離やね、ちょっと厳しいということ。さあこいつの能力はどうなのか。反動がでかい反動がでかいけどレートが速くて、あとバーストの感覚がねほぼない。フルオートじゃんこれバースト武器っつうかフルオートだね。もう射撃ボタンも連打しまくったらフルオートっぽくなる。これは火力最高か、サブ武器の中じゃ。まあそんな感じ。ただやっぱ反動がクソでかいんで、これどうにかする必要があるかな。まあやっぱデメリットっていう、まあ、そういうのあるね。まあとりあえずね使っていきましょう。はい、撃たれてるんだよこれ。いるか、まあ、普通に勝っていく。さっきの対面だったよね、多分敵も俺のことに気づいてて、まあ、俺が出ていって一斉ノーでドンって感じで撃ち合ったんだけど、まあ、普通に勝てたね。やっぱ強いのかこいつ、反動でかいけど。はい、ただちょっと文句というか、その要望があるとするならば、もうそろそろボルト武器のサブ機にもねアタッチメントちょっと欲しいところ。例のごとくこいつアタッチメントゼロです。はい、もう完全にデフォの状態でね使っててくださいっていう、まあレックスリボルバーと同じような扱いですかな。まあ、それでもまあ強いとは思うけど、まあ最低でもサイトとコンペンセーターと角間が欲しかった。いや角間がちょっと欲張りすぎか。撃ってきてるこの方向でいるが、ちょっと待ってくれ、かなり反動強かったね今。もう追えんかったわ。ただまあなんかそんなめちゃくちゃ死ぬほど強い反動ってわけではないんで、まあ、さっきみたいな距離も、まあ、練習すればなんとかなるかもしれない。もうほんと上にちょっときついだけみたいな、もう左右にバラバラ上にもバラバラみたいな、そんな感じの反動じゃないんで、と戦車にしばかれていくが、まあとりあえず、まあ、あと2、3試合ぐらいかな、ぐらいしてこいつのリコイルになれたら、もっともっとね、あこいつはやべえわ、サブ機最強だって言えるかもしれない。まあ、そこまで使い込むかどうかは分かんないけど、まあ、とりあえずねこの1試合丸々ぐらいはまあ使い込んでみましょう。はい、というわけで引き続きどうぞ。中いるね。あ、じゃあそれ、お中にも2人。うわい、もう1人気づかれた。頭がねくそあと5発欲しかったな。あ、しかも敵の武器 M60 じゃんくそ惜しかったね。まあまあ切り替えて次行きましょう。いるね、見づらい。ちまでよ、反動も強いから上にも結構跳ね上がるんで、やっぱこういう武器はアイアンサイトじゃなくて個人的にはサイトが欲しい感じだが、もうちょっと近づきたい。あれはあーくそM5 になってる。しかもうん、こっち使いたい。 OK です。はい、あこんぐらいの距離はなんかいけそうだね、かなり強そう。ただ問題は中距離、まあサブ武器ってそんな中距離狙う武器じゃないけど、メインの弾が切れましたで敵が近い、やべえで使う武器なんで、ああもう無理だ、まあ、あんな距離とかね基本的には立ち回る必要ないんだけど、サブ武器でまあやれたらなんかすごい嬉しかったなみたいな、うん、俺ずっとこいつ使うわみたいな感じでしたが、まあ、それほど甘くはないと。あいいでしょう、まあやっていきます。近場にはいない。味方前行ったな。これケツとか怪しいんじゃない。なんかバンバン銃声聞こえるけど絶対敵だよなこれ。いた、うん、リココは慣れてき始めたんだけどな、ちょっと昼まで持っていけるかって言われたらなんかしんどい気がするなまあ頑張りましょう。俺ちなみに M93R のエアガン持ってたよ。
いやこいつのエアガンっていうかね、なんかそのオートナインってやつがあって、それのエアガン、そのロボコップっていう映画知ってます皆さん、まあ、平成生まれのおっさんは知ってると思いますが、そのロボコップっていう映画があって、その主人公のアンドロイド、サイボーグが使ってたのが M93R のカスタム品のオートナインってやつ、あれのエアガン持ってた俺、ええ、めっちゃでかかった。一回サバゲで使ってみたけどね、あのクソでかすぎてちょっとすぐ変えたわ、普通のハンドガン。はい、そんな思い出がある M93R、うん、使っていきましょう引き続き。さあもうどんどん来い。はいはい、ちょろちょろしない。オッケー。さあ一人やって、この C ワマが取りたいね。はい、まあ、やっぱあれだよな、できればもうちょいカスタムできてくれた方が嬉しいかな。 BF4 の時みたいに、せめてサイトは欲しい、せめてサイト、欲を言えばコンペンサイターと角間が、まあ、あれば最強だね。多分あのメイン武器2つ持ってるみたいな、そんな感じになると思う。はい、まあ いやとりあえずこれで C は取れそうだね。周りいるんだけどな、これどうしてくれよ。まあ味方の数も多いけど遠いんだよな、ちょっとちょっと待てよ。でも瀕死、味方やってくんねんか。ナイスで、芋が見てる、お芋さんめっちゃ見てる、見ないでほしい。でここももうサラチになってんじゃん。これサラチになると芋からの逃げる手段がかなり減るんで、あれいけるか、無理か、そりゃ無理だなと思った頭一個だったもん。まあああいう時のために、まあスコープ欲しいね。スコープあったら多分いけてたかもしれない。うん、惜しいことをした気分。まあいいや、次ね。下にいんのが、オッケー。ちょっと下見てみようか。こっちは味方がいるからまだ大丈夫で、ここら辺かな。でオッケー、なんかヘッシュに当たって、今のもちょっとなんか反動で跳ね上がりすぎて頭狙ったっていう感覚なかったって、まあまあ言うなればまぐれなんだけど、まあ、やれまして。ただし正面は強い、うん、ちょっと反応俺遅れたけど、それでも勝てちゃう、うん、火力だけはぶっちぎってるこいつ。さあここちょっとやばいな、もうなんかサラチになってるからすげえ攻めづらいわ。いるねこいつマジでフル音だよな、バーストの感覚があんまり感じられないんだけど、実質フル音よ、うん、まあ、レートがいくつかあろうがバーストの武器はね、その基本的にはそのバースト感覚が開けちゃうせいで、実際のレートよりもまあそのキルタイムは遅くなるけど、もうこいつはほぼほぼレート900のキルタイムだと思ってもらって大丈夫なんじゃない。多分 BTK がいまいち分かんないけど、レート早すぎて数えられないまあいいや、とりあえずね、まあ、選択肢には入るかもしれないこのサブ武器、まあ、特にストランテッドとか、まあ近めのバチバチ やりやらなきゃならないマップには強いね、お供になるかもしれませんね。現状まだよく分かりません、まあ、強いとは思うけど、こういう晒しとかマジで手立てないんでまあそんな持ってねえか、こんな晒し移動するときスタブ武器なんか、うん、まあそういったところで見るとインファイトだけにしか使わない場面も多いんで、まあ、十分かな。さあそうこうしてるうちにもう20チケットを敵さん切りそうだね。もうこの距離は捨てるべきか、なんかノリで撃っちゃうけど、はい、あれメイン持ってたら全員やれるな、くそなんか惜しいことをする。であと20にしか、あやべまあいいや、とりあえずまあこのサブ武器はね、まあ現状インファイトだけはめっちゃ強いということが分かりましたね、まあ、それでも、まあ、それだけでもね収穫かなと思っております。はい、終わったね。というわけで皆さんもね使ってみてください M93R。 ではご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。